んこんにちは。最近プライムビデオでアニメを見るのにハマっている霊夢です。アニメの中では恋愛系のアニメが好きかな。彼女をカリシマスや先輩がうざい後輩の話が好きなマリサだぜ。私はようこそ実力至上主義の教室へを見るのにハマっているよ。フランです。どれもいいアニメばかりだから、見たことがないって人はぜひ見てみてね。アマゾンプライムだったら、最初の1ヶ月は無料だったはずだからな。さてさて、それじゃあ実況していくよ。まず、イギリスが我々の連合を抜け、連合に入ってる中米の国に宣戦布告。イギリスによって統治されることになったよ。そして、ドイツの勢力はどんどん拡大していき、ドイツの力は東は中東、西は北米にまで及んでいるな。一方で中国はトルコより東側の国を占領し、東側に広がるドイツの拡大を阻止することに成功したよ。しかし、少し前に事件が起きた。中国にいたオーストラリア軍とドイツ軍が衝突。オーストラリア軍はドイツ軍の猛攻に敗れ、全滅。これにより、オーストラリアとドイツとの間で緊張度がマックスになったぜ。この件に対し、中国政府はドイツに対して猛反発しているよ。また、ドイツとユーゴスラビアが同盟国であるポーランドを裏切り、本土を失ったよ。そして、オーストラリア政府はポーランドに対してオーストラリアへの亡命を提案。ポーランドはこれを承認し、オーストラリアの一部領土をポーランドに引き渡したよ。あとは日本がアフリカでの力も強めてきていることくらいだな。我らがオーストラリアも、だいぶ領土を拡大できたし満足だよ。失礼します。なんだね君は。ノックもせずにすみません。急な用事だったので。それで、一体どうしたんだ？ついに奴らが動き始めました。奴らは大量の軍を率いて、越境してきました。そうか。ついに始まるんだな。直ちに戦闘準備に行こう。核兵器の配備をしろ。ということで、ついにドイツ、ユーゴスラビアとの戦争が起きてしまったね。陣営としては、ドイツ、イギリス、ユーゴスラビアの連合国。対する同盟国は、中国、オーストラリアの同盟国だぜ。日本は中立になっているよ。明らかに敵の方が軍事力はありそうだね。まあ大丈夫だよ。こうやってやれば、我々が初めて核兵器を使う時が来た。核兵器をすぐ使おうとすんな。ああ、撃ち放っちゃったよ霊夢さん。安心してくださいよ。まだまだたくさん核兵器はありますから。そういうことじゃないだろ。結構ガチって核兵器製造しまくってるんだな。これは中国政府の要請でもあるからね。希少な物質を何万ももらっているよ。中国としては、オーストラリアの核兵器で自国を守ってもらいたいんだろうな。見てくださいよ。南米にてイギリス軍に核を落とすことに成功しました。これは大変だな。これ他人事じゃないからな。あとさ、なんでこんな楽しげな BGM なの？え、なんか画面暗くなったんだけど。ということでですね。いやどういうことで？今回の動画はここまで。え、あの今日新しい企画をやるのでは。ちょっと何言ってるのかわかんない。え、これで終わるってマジ？